アイランド軍はアメリカ合衆国ワシントン州のピューゼット湾に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は78,506人である。軍庁所在地はコープビルであり、軍内の人口最大の都市はオークハーバーである。軍名はウィドビー島とカメイの島という二つの大きな島、およびベイビー、ベン・ユア、デセプション、カラーマット、マイナー、スミス、 ストロベリーの7つの小島で構成されることから名付けられた。アイランド軍は1853年1月6日にオレゴン準州議会によってサーストン軍から分離設立されワシントン州では8番目に古い軍である。当初は現在のスノホーミッシュ軍、スカジット軍、ワットコム軍及びサンフアン軍を含んでいた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍域全面積は517平方マイルであり、この内陸地は208平方マイル、水域は309平方マイルで、水域率は59.71%である。ウィドビー島は南北の長さ58マイル、東西の幅12マイルの細長い島である。亀井の島はウィドビー島の東にあり、本土に近い。面積はウィドビー島の4分の1程度である。 クリントンビーチ以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アイランド軍の主要な島であるウィドビー島にはワシントン州道20号線、道525号線、カメの島には道532号線という3本の州道が走っている。州道20号線は西からポートタウン線コープビル間フェリー航路で軍内に入り、 北のデセプション海峡橋でスカジット郡に渡っている。修道525号線はムキルテオ・クリントンカンフェリーで東と南から郡内に入り、コープビルの南で修道20号線との交差点が終点となっている。修道532号線は亀井の島のサンライズブールバードとの交差点、群内に、 数百ヤード入ったところから始まり、マーク・クラーク橋で東のスノホミッシュ郡スタンウッドに渡っている。これらの島々ではアイランド交通と呼ばれる無料あるいはプリペイドのバス便が運行されている。アイランド郡はその北と南で多くの地域に区分できる。北部は保守的であり、2004年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党候補のジョージ・ W ブッシュが 投票総数の65%を獲得し、すべての選挙地区を制した。南部と中部の選挙地区は、ジョン・ケリーを選んだ。このことは、オークハーバーの北にウィドビー島海軍航空基地があることが関与している。南部と中部はケリーに60%以上を投じた。亀井の島は、共和党寄りであり、2004年の場合もブッシュに52%を投じたが、 軍内の他地区よりも接戦だった。ありがとうございます。